はい、こんにちは。婚活評論家のタクです。今日はね、久しぶりに、まあ、ラブフリーさんについてね、えー、話していきたいと思います。まあ、前回ね、ちょっと忙しくて、あんまりね、なんかラブフリーさんの言ってる動画をね、あのー、ちゃんと見れてなかったんで、まあ、ちゃんとしたね、回答はしてなかったんですよ。だけど、まあ、あの正直ね、ラブフリーさん動画見てね、何もわかんない。うん、何もわかんないっていうのは、 あのラブフリさんの動画ね、なんかね、もう、あの何がしたいかまず分かんないし、あのただね、ただなんか、思いつく言葉をね、口に出してね、ただ何か喋ってるだけ、何も考えずに多分喋ってるだけだと思うんですよ。だから、あの動画見てもね、正直言って何か分かんない。うん、まあ、だからね、僕の答えとしては誰か分かんないとは思います。 で最近ね、まあの、ラブフリーさんね、あのー、創作疑惑をね、すごい言われてて、まあ、なんだろうな。まあ、ラブフリーさんの動画なんかちょっとね、まあ、うさんくさいっていうかさ、うーん、気だ <laughs> くさいというかさ、なんていうの、なんかさ、あのー、ねえ、なんかス,ストーリーを作ってるじゃないかなって多分みんな思うんですよ。 普通にね、リスナーさんの方は。だから結構ね、ラブフリさんの動画創作じゃないかってね、いっぱい僕のとこにも来るんですけど、ラブフリさん、もね、正直になった方がいいですよ。うん、みんなり創作だって言われてるのにさ、あのこっちまでさ、結構来るんだよ。ラブフリさんの動画って、なんか作ってますよねとかさ。 ラブリさん動画ってなんか、いつも意味わかんないですよね、とかなんか、もうね、そういうのが結構最近増えてきましたね。えまあ確かにね、ラブリさんね、コメント欄開放してないんで、全部僕のところ来るんですよ <laughs>。あの <laughs>、ラブリさんコメント欄開放してないから、全部あの僕のところに来るっていう、まあそういうね、なんか、なんだろう、まあオチにも、オチっていうか、そういうなんかオチがあるかもしれないですね。なんかね、たまにね、 あのそう言われてる方もいて、あのー、あのラ,ブラブリさん、コメント欄書いてないから、たくさんのところに来るんですっていうことを言われてる方いたんで、た、まあ、多分ねあの、そうかもしれないですね、うんお、おっしゃる通りだと僕は思いますけど、あなんかね、最近、確かに増えたなとは思いますね。 だけど、僕はね、別にあのラブフリーさんについて話してるの、別に最近だからじゃなくて、もうね、あの、1年前、もっと前かな。1年以上前から、俺はね、ラブフリーさんについてまあ話してるんで、別になんか、いわゆる始まったことでは別にない,ないんですよ。だから、まあ、あの、過去動画とかね、見ていただければね、まあ,あ、どういう展開なのかとかね、多分すごい分かってくると思います。で、またね、あのー、 以前に僕がラブフリーさんの生き方を動画にして歌ったことがあるんですよ。それもね、あのぜひ見てくれたらと思います。あれはねあの、アラサーの夜だったと思います。確かね、そういうタイトルでやったんで、またね、時間ある人はね、検索してね、あのちょっと見ていただければと思います。ということで、今日はありがとうございました。